仕事きっちりから追い込んできます。今サボっている2番の三角、ここは東北勢の後ろ3番手からです。あとは4番の宮倉さんです。その後ろから6番の斉藤敦、斉藤が動いてきました。徹底先行タイプです。昨日を逃げて最後は3着でした。6番の斉藤が上がって先頭、5番の坂本博美の方は4番手に引きました。2番手は1番の西村、そして7番の吉野武史、この辺が近畿中部勢3人が前段です。6番1番7番、少し車間が空いて5番の坂本、さあ坂本4番手からかますような感じで上がってきました。6番の斉藤敦も同時に踏んでいく。6番5番と肩を並べてもがき合いですが、5番の坂本博美が先行です。2番手は3番の安田翔吾、5番3番と遠くの2人、あと難関勢ちょっと離れました。2番の三角が懸命に3番手追いついて、その後ろから西村が自力で巻って3番手2番手ちょっと勢いがなくなっている。3番の安田が牽制していきます。5番の坂本先頭で直線だ。坂本が先頭だ。2番手から3番の安田翔吾か、並んできました。1着争い、5番3番1着争いです。